どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、マリオットモンボイのレストラン割引特典ってありますよね。こちらが2023年いっぱいでねえ、一旦終了したわけなんですけども、まあ、こちら終了って言っていいのかなまあ、一応ね、期間はね、11月の30日までだったんですけども、なんとですね、2023年の12月1日以降もですね、こちらね、延長が発表されましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと、 思います。ということで、こちらね、久しぶりの朗報ということで、マリオットボムね、会員の方はですね、5%でね、この対象のレストランで5 b き a で、ね、利用することができるわけなんですけども、さらにですね、私みたいにマリオットアメックス、こちらはプレミアムカードですけども、 こういったね、マリオットボンムアメックスで、ね、持っている方はですね、一般カードでもプレミアムカードでもカード会員様はですね、10%オフでね、利用することができる。またね、ウェルカムドリンク特典もね、利用することができるということで、まあ今回ね、こちら2024年のね、2月の29日まで延長になりましたということで、非常にね、朗報ですね。本当に久しぶりのいい話っていうふうになりますよね。ということで、えー、規約の方をね、皆さんと確認していきたいななんていうふうに思うわけなんですけど、 למור こちらはね、公式サイトって言ったがちになります。会員限定割引の2024年2月の29日までの期間、えー、マリオットボンボイ会員は対象となるレストランバーで、えー、お食事5%割引でお楽しみいただけます。また、マリオットボンボイアメリカンエキスプレス提携カードの会員様は食事の10%の割引とお一人様につき1杯のウェルカムドリンクをサービスさせていただきますということで、まあ、こういったね、特典がね、2024年の2月29日まで、えー 利用することができるって言った味になるんですよね。まあ、マリオットボンボイのね。ホテルよく行かれる方でホテル内のね。レストランでね利用される方ね。結構多いと思うんですけども。 こちらね、非常にいいですよね。で、こちらね、対象の、ね、レストラン、バーがですね、こちらにずらっと書いてあるわけなんですけども、まあ、今後ね、こちら利用されたい方はですね、ぜひね、こちら公式サイトね、概要欄に載せておきますので、各自ね、チェックしていただきたいな、なんていう風に思います。こちらね、対象のホテルとね、レストラン、バーがね、えー、個別、えー、記載されているっていう風になりますんで、対象外だったりね、する場合もね、場所によってはあるかな、なんていう風に思いますので、こちらね、確実にチェックしていただいて、利用 ねしていただければなあなんていう風に思います。まあ、こちらね。最大10%オフでね。利用することができるっていう風になりますんで、非常に朗報ですよね。まあ、しかもね。かなり対象ホテルもね。多く設定されているっていう風になりますんでね。これはねかなりいいのではないのかな。なんていう風に思います。で、こちらのね。あの規約なんですけどもまあ、こちらね。前回もお話しさせていただいたと思うんですが、まあ一応ね。あのおさらいということでやっていきたいなと思うんですけども。もえ。2023年の9月。の 15日からですね、2024年の2月29日まで延長っていたた形になります。で、アメリカンエクスプレスカード及びマリオットボーマーアメリカンエクスプレス会員は2023年の12月1日から2024年2月29日の期間、日本国内の参加飲料施設にて、下記の特典を受けることができますということで、この参加飲料施設っていうのは先ほどのね、あのサイトに記載があったホテルのレストランっていうふうになります。 で、まずね、会員特典なんですけども、えー、マリオットボーモイ会員は5%の割引を、えー、受けることができて、また、えー、カード会員様は、えー、10%の割引を受けることができるっていった話になります。まずね、重要な部分は、えー、本特典は、えー、宿泊される会員及び宿泊されない会員、どちらにも適用されますということで、このね、えー、レストラン10%オフに関しては、マリオットボーモイの、ね、レストランで、えー、利用した場合ね、10%オフ利用することができるわけなんですけど、 けども宿泊していても宿泊していなくてもですねこちらね利用することができるっていう風になりますんでこちらねぜひ覚えておいてくださいでまたですねこちらはでまたねこちら割引特典を受けるにはですね会員は1回のご利用あたり お支払いが最低10ドル以上の利用料金じゃないとね、いけませんっていうのが記載されておりますので、まあこちらね、まあ今10ドルだと、まあ1500円とか1600円ぐらいになると思うんですけども、これをね、上回らないとですね、このね、割引っていうのは利用することができないっていうふうになりますんで、この点と、またね、複数回のご利用をまとめて最低のご利用金額にすることはできませんということで、まあこちらね、複数回分けてね、あの10ドル超えてもダメだっていうふうになりますんで、この点もね、注意してください。 またですね、こちらね、ちょっと残念なんですけども、朝食にはね、利用することができないんですよね。これね、朝食に利用できたらね、まあ、リッツ・カールトンとかね、エディションとか、まあステータス特典でね、朝食につかないね、ホテルがありますけども、そういったところでね、利用できれば、まあ、非常にね、さらにね、あの使い勝手が良かったのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こちらね、あの利用することがね、朝食には、えー、できないっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいてください。で、またね、えー 料景気カッット料とと、ね、サービス料税金チップとかねここら辺に関しては10%オフの、ね、対象外になっておりますのでこの点も注意してください。でまたですねこちら割引特典を受けるにはですね 生産時に飲料施設でその旨を伝える必要がありますということで、こちらね、あのフロントとかでですね、申告しても適用できないっていうふうになりますんで、このね、レストランの割引を受けるにはですね、生産時にね、その施設でその旨伝える必要があるっていうふうになりますんで、自動的にね、あの割引になったりいたしませんし、まあホテル側っていうかまあレストラン側ですね、言ってこないっていうふうになりますんで、 この点ね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。部屋付けにね、しちゃう人ね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、部屋付けにしてしまうと割引は受けられない。 っていう風になりますんで、まあ、アンバサダーとかね、目指してる方は基本的に部屋付きにすると思うんですけども、この点ね、注意していただきたいな、なんていう風に思います。またね、割引は特定の除外日にはね、適をされません、えー。中国の旧正月やクリスマスイブなどの特典除外日は、飲料施設の判断で決定されますということで、除外日はね、設定されている、まあ、そのレストランによってね、設定されているっていう風になりますんでね。 この点も注意しておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、それ以外には大丈夫かな一応ね、クラブマリオットって知ってる方いらっしゃいますかね有料特典のね、あの割引が。 あの、受けられるね、制度なんですけども、結構高いんですけどね、こちら、え、書いてある通りね、ご飲食から最大30%オフとかね、こちら利用することができるんですよね、このクラブマリオットって。ま、日本国内もそうですし、ま、海外とかもね、あの、アジア地域でもね、利用することができますので、ま、本当にホテルが大好きな方はね、こちら結構お得だったりするんですけども、ま、こういったものとはですね、併用ができないっていうふうになりますんで、 この点もね、注意ですかね。あ、あとあれですね。ウェルカムドリンクの点なんですけども、ウェルカムドリンクも同様ですね。宿泊される方、宿泊されない方ね、どちらでも適用になって、またね、こちら、カード会員を含む最大4名様にいっぱいあたりウェルカムドリンクをプレゼントいたしますということで、またね、1人あたり1品以上に注文した場合のみ適用されるっていう風になりますんで、まあ、このウェルカムドリンクだけ飲みに来るみたいなことは、利用することができないって言いたはちになります。またね、こちらも 朝食料金には適用されませんということで、まあ、朝食にはですねこのののウェルカムドリンクのこの一品いいいううは、まあ、適用でできないっていう感じですかねでこちらもですね「ウェルカムドリンクをください」っていう風にね自分で伝えなきゃいけないっていう風になりますんで、まあ、これはねちょっとねスマートではない感じはしてしまうんですけども「あのウェルカムドリンクください」っていうのをねご自身で申告していただく必要がございますので。 この点もね、注意しといていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、こういった感じですかね。まあ、マリオットボムンボイね、まあ、結構前までね、20%とかね、25%とかね、えー、レストランって割引を利用することができてたわけなんですけども、まあ、それがね、えー、ここ1年ぐらいでね、なくなってしまって、で、また復活してね、5%、10%っていうふうにね、利用することができるようになったということで、まあ、今回ね、2024年の2月の29日までっていうふうになりますけども、まあ、こちらね、10% でででね利用すするることができるっていう風になりますんでマリオットモンブルホテルね利用する際にレストラン利用される予定のある方はですねこちらねぜひ覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますこれからね年末年始でねホテル利用される方ねかなり多いと思いますしまあそこでねホテルで食事しようと思ってる方もね結構多いかななんていうふうに思いますのでぜひねこちら忘れずに利用ねしていただければなと思いますまあもしかしたらですねこの大晦日とかねまあそこら辺のタイミングのレストランはですねさすがに ね、あの除外日に入ってるかもしれないですねこちらねあのレストランの方に確認ねしていただければなと思います それでは次にですね、久しぶりにね、マリオットの話をさせていただきましたので、まずね、ウェスティンホテル東京なんですけども、約30年の歴史を DNA を吸収し、リニューアルし、2023年の12月の4日、グランドオープンということで、この動画出てるのね、12月の3日だと思うんですけども、東京のね、ウェスティンホテル東京ですね、こちらね、12月4日にね、改装完了して、グランドオープンするということで、非常に楽しみですよね。これはね、ちょっと行ってみたいんですけど でも私もね、ちょっと今もうポイントが全然なくて、またね、ウェッシンホテルねえ、結構高いんでね、私はなかなか利用することはもうできないかもしれないんですけども、まあ、リニューアルされてね、非常に綺麗になったということで、ぜひね、あの、行かれる方は12月4日以降ですね、グランドオープンということで、ラウンジもね、どうやら最上階だったかな。 はい。あの、カールみたいなんですよね。17階から10最上階に移動して、えー、美しい東京の景色をゲストとお迎えいたしますということで、まあ、チェックイン、チェックアウトとかもね、利用することができるみたいですし、えー、ティータイム、イブニングカクテルタイム等々もね、あるみたいですので、こちらね、めちゃくちゃ良さそうですよね。 はい。ま、あこういった形になっておりますので、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、東京エディション銀座ですね、とうとう12月の12からオープンなんですかね。こちらね、12月の12日からですね、とうとうね、東京、 エディション銀座ね、とうとうオープンですね。こちらもずっとね、延期になっているね、ホテルで、12月にとうとうオープンするんじゃないかみたいな感じでね、言われてたわけなんですけども、12月の12日にですね、今ね、もう値段が出てるっていう風になりますんで、まあおそらくこの日が開業日なんですかね。もう本当にあと2週間ぐらいでね、オープンするんですけども、こちらもね、楽しみにされた方かなり多いと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。どうやらね、ポイント博は出てこないですね。で、またね、 えー、長崎のマリオットホテル、こちらもですね、えー、とうとうね、1月、2020年の1月の16日にですね、開業決定みたいですね。で、こちらもね、まだ現金宿泊はですね、もう出てるんですけども、まだね、ポイント宿泊は出てきてないんですよね。まあこちらもね、狙ってる方ね、結構いらっしゃると思いますし、長崎マリオット、確かあれですよね、クラブラウンジが24時間営業の、えー、日本国内初のね、ホテルになるということで、結構話題になりましたよね。 はい。こちらもね、2024年1月の16日に、ね、開業するみたいですのでえ、ぜひね、こちらもチェックね、してみていただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイのねえ、レストラン割引特典がですね、2024年の2月29日までね、延長になりましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、本当にね、久しぶりのあの、いい話でね、良かったですね。本当にね、最近悪い話ばっかりですんでね、 はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、お得情報のね、あの、細かいものはですね、YouTube ショートにもね、あげているっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらもチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。